どちらへ向かいますか。私、ここが初めての火山だったんだ。まあ、火山巡りは怖いからしないけど。みんな、敵だよ。カライドス、あなたは、見せつけないよ。彼の勝利を掴み取るぞ。リラ、見えてるこよ。もう一度、トライバーでおしまい。ナイスナイス、お願いします。任せて。さあ、行くよ。クマ、終わりです。攻撃、これでどう。見切れるかしら。力を打つ。今なら全員が作れるかも。前を向ける。そこまでだ。勝つの気合い。止め。あの時様子がおかしい。私たちの勝ちだね。気をつけて。まだまだ戦えるぜ。どこに行くの。たまに懐いてくる魔物がいるのよね。出入りしすぎて仲間と思われてるとか。必要なのは、これも再利用よね。再起、よし、行け。の出番ね。鍵の力、期待してるよ。入れる場所は、入れる場所は、なんか変わるかも。入れる場所は、入れる場所は、何入れようかな。何、考えすぎかな。考えすぎかな。考えすぎかな。入れる場所は、何入れようかな。何入れようかな。入れる、材料は、何入れようかな。考えすぎかな。材料はどこに入れよう。
どれにしようかな。どこに行くの？なるほど。俺、火山ってあんまし好きじゃない。歩いてるだけで汗かくし。敵です、気をつけて。リラさん、それ一緒に戦います。我々と敵だ。サンパトリツヤ、この問題ない。行き先は決まっているのか？どこに行くの？ここでいいの？たまに懐いてくる魔物がいるのよね。出入りしすぎて仲間と思われてるとか？どこへ向かう？素材や、こんなものが突然現れたっていうのに、どうしてもっと大騒ぎにならないんだろう。これも使えるのか？見つけた、見つけた。さあさあ、集めちゃいましょうね。いいもの手に入るかな。どこへ向かう？素材集めに行くの？それにしてもこんな群島が突然現れるなんて不思議ですね。どんな素材も無駄にならないからね。あ、発見！次はフォーレに行ってみよう。どこに行こうかな。すげえ鉱山だ。どこに行こうかな。いろんな素材が手に入りそうだから、どの素今度はフォーレの里だ。やっぱりライザネーはすごい。空間を超える力か。世界の壁を超える門ほどじゃなくても、やっぱりとんでもない技術だね。物の行き来をこんな簡単にしてしまうだけでもすごいのに、これ以上求めないといけないなんて。世界の壁を超えるにはより強力な力が必要なのか、それとも考え方が根本から違うのか。部外者の私には気が遠くなるような施策ですね。私は旅の仲間として役に立てているのでしょうか。役に立つことも大事だけど、そうやって気遣ってくれる人が近くにいることも大きな助けになるんだよ。そうだと嬉しいですね。ここの流脈は
竜が世界を超える時に使うほど強いから、風跡や天意との関係を調べるには手付けかな。ライザ、調査は門に繋がりそうか。今の段階だと何とも。案外あっさり気づいたり、意識してないところで手がかりを見つけたりするかもね。場所どころか世界まで門で自由に移動できたら、旅の感覚も変わってしまいそう。この転移みたいに。うん、どこへでも行けて何でも運べる。使い方で感覚もか。ふむ、何やら掴んだか。完全にってわけじゃないけど、何か別の見方があるんじゃないかって気はする。でももう少し時間がかかりそうだな。そうだディアン、ゲンジャさんやデアドロさんに会ってきなよ。ああ、みんなどうしてるかな。緑が多いのはいいことだ。私は好きだぞ。何者か立っておるな。よっ。やってやる。デアドラ、久しぶりに家に戻ってみたら、また部屋に服が山のように積んであったぞ。とりあえず全部しまったけど、洗うなら洗う、しまうならしまう、捨てるなら捨ててくれよ。まったく、いい加減どうにかならないのか。なんだ、わざわざ整理してくれたのか。気が利くな、ディアンは。一体何の騒ぎ。ライザ姉たちか。デアドラがだらしなくてダメだって話だ。特に身だしなみがなってない。でもピシッとしてるじゃん。特におかしなところはないと思うがな。俺も身だしなみは偉そうに人のこと言えないけど、デアドラは家だと今の姿とは全然違ってダメなんだ。そもそも服を着てないことすらある。服を着てない。それってもし実の兄弟だとしてもどうなのって気がするけど。それは大丈夫なんでしょうか。あまり余計なことは言うなディアン。トシハも床の頃からずっと家族同然でやってきたのだ。別に服を着ていようが着ていまいが、そんな細かいことは気にするまでもない。違うと思いますよ。っていうか、ディアンとデアドラさんって一緒に暮らしてたんだね。育ての親みたいなものと聞いてはいたが。なるほどな。そりゃデアドラもディアンを気にかけるわけだ。でも服を着ないっていうのはどうなのかな。兄弟がいない私たちだから変に思うだけ。ディアンもデアドラさんもあまりそういうのが普通だと思わない方がいいんじゃないかな。そうか、気をつけよう。いいもの手に入るかな。賢者様もデアドラもいつまで待たせるんだ。ちっとも成長していないと思われないよう、もう少し落ち着いて待っていたらどうですか。
まあまあ、ディアンも久しぶりの里帰りで気持ちが高ぶってるんだし、許してあげなよ。そうだ、喜んで何が悪…賢者様、ディアドラ、帰ったぞ。里の外の話が山ほど…どうしたんだ、賢者様。ディアドラ、何かあったのか。いや、双剣であられる。器具の省力化と光の種の安定化処置がうまくいっていないのか。密かな処置は進行中だ。遠からず終わるだろう。器具と種の改良で我らは大きな猶予を得た。じゃあどうして。なんということもない話だ。私は、我々は今その得られた猶予を前に立ち尽くしている。久久とその日を暮らすだけで、触れるもの得るものすべてを過去に頼っていた我々には行く道が見えない。これから何をすべきかという未来を描けずにいるのだ。なんだって。そんなに結論を急がなくても、まだ考えてる途中というだけだし。であろうか。我々はここに長く居すぎた。他のやり方が誰にも分からぬのだ。いつまでも偉そうに座ってるから性根もなえるんだ。弱音吐きながら干からびていくくらいなら、とにかく必死にあがいてみろよ。ここにいるみんなはそうしてる。俺の里だけ情けないとこ見せるな。あの子はおそらくこの里のため見聞に励んでいました。肝心のあなたがその心を受け止めないでどうするのです。必死にあがく心を受け止めるか。ライザ殿、ディアンとあの娘子の言うことをどう考えられる。機嫌を直した二人に詳しく聞けばいいと思うよ。旅の楽しさや辛さ、どう進んだのか思い出を交えながら。あの子なら歩いて行けるのか。ディアンにはこの里のあるがままを伝えるべきかもしれないな。デアドラ、ライザ殿に墓所について伝えてくれないか。墓所？しかし賢者様。ライザ殿、来訪早々で悪いが、どうかお願いする。あの子をとある場所まで導いていただけまいか。とある場所？どこまでも無様だが確かめさせてほしい。我々に未だ力が残されているのかを、あの子で。そこにあるものはライザ殿の自由にしてもらって構わない。あるいは恩義であれば。おい、ディアンが走って行っちまったぞ。池の方に向かったみたい。どちらへ向かいますか。どこ行くんだ。ここがいいな。
この辺りって興味の湧くものがたくさんあるから、見てると時間が足りないよ。みんな敵よ。リーダーさんと一緒なら怖いものなしよ。気にしないでいいよ。ライザ、やめちゃいなさい。今なら鍵が作れるかも。ライザ、私に任せて。弱い人たちはお願いします。まずい、全員警戒しろ。隙だらけよ。かき乱す。速さの限界を。風の力を最大限に。やった、一体倒したよ。せーの、ナディア、いい感じ。待ってくださいよ。隙だらけよ。決めはめちゃいなさい。それそれそれ、あたしたちの勝ちだね。問題ない。人間たちの中にも我らと同様に外部の手から門を守ろうと考えていた者がいたんじゃな。ここだけじゃなくて他にもこういう場所があったよ。王都の近くにあった門もまるで遺跡のように囲われていましたね。アンペルさんみたいに門そのものを閉じて回ってる人もいるけどね。できるものだけだがな。自然に生まれた門を閉じるのは我々でもたやすいことではない。逆に新たに門を作ろうとする人たちもいたみたいだけどね。それは別にライザが気にしなくていい。いかにもワラーもそういうことを言いたかったわけではない。この人間の世界とワラワたちの世界、単に門を隔ててすぐの隣り合わせの場所なのに、ここにはわらをも全く知らぬ歴史がある。遠くて近い場所と改めて感じただけなのじゃよ。ライザなら有効活用してくれるよね。よっ、集めておこう。みんな敵よ。母さん、前に出過ぎないでおしまい。負けるわ。待ちなさい。頼りにしておる。そこよ、まだいける。終わりだ。私の全力だ。ライザ、ライザさん、私に流すの。用途に使えます。集めておきましょう。ふっ、ワクワクするよね。見つけたものはちゃんとしまっておけよ。案内が必要ならいつでも言ってくれよ。面白いとこたくさん知ってるからな。みんな敵よ。カラオケアレンジ、ミスにやろう。我らの勝利をつかみ取るぞ。リラ、まだいける。決まって終わった。ライザー、私に任せて。色はいらないよ。トライバー、ついに失われてる。決めます。割れないんだから。見切れる。見切れるかしら。風の力を最大限に。い
今なら鍵が作れるかも。私たちの勝ちだね。次はドイツが相手をしてくれるんじゃ。ねえ、どこに行くのさ。これも使えるのか。どこ行くんだ。ここがいいな。行商人向けの宿があるということは、それだけここも交易が多いということか。これでどうにかできたな。成功ですね。みんな敵よ。久しぶりに行くぞ。ライザー、リラさん決めましょう。ならいいものなしよ。浮かすよ。キライズ、覚悟し、今の鍵が作れるかも。ライザー、ライザー、私に任せて。それこの位置よし、一匹やっつけた。素晴らしいぞ、ライザ。風の力を最大限に。今なら鍵が作れるかも。私たちの勝ちだね。皆さんの力になれるよう精進を続けます。まだまだ戦えるぜ。ライザなら有効活用してくれるよね。集めておこう。それ。
ぞ。薬や染料になったり、虫は意外と活用の幅が広いんだ。そこ！鍵がこんなところで役に立つとは。お昼の時間です。今日は何を作りましょうか。何が入ってるかな。どんな素材も無駄にならないからね。届いて。これも使えるのか。開けられたな。とりゃが俺たちを呼んでるぜ。とりゃ。それ。不思議ですね。そこ！届いて！届いて。みんな敵よ。ライザさんの錬金術期待してます。叫びます。一緒に戦う戦略だよ。決めちゃいなさい。そこはっ、今なら鍵が作れるところ。ライザさんお願いします。やるよ。次のを上げる。あたしたちの勝ちだね。ま、この程度余裕よ。
鍵が役に立ったね。毒のある植物は避けて慎重にな。ワクワクするよね。何度経験してもワクワクするね。どこへ向かう？ここにしよう。何年かこの地に腰を下ろし、じっくりと調べてみたいものだ。どれにしようかな。何入れようかな。入れる場所は、材料は、材料は、レベルアップ！入れる場所は、入れる場所は、材料は、レベルアップ！入れる場所は、入れる場所は、材料は、入れる場所を何入れようかな。どれにしようかな。材料は、いい感じ。よし、行け。何作ろうかな。どこへ向かう。行き先は決まっているのか。どこ行くんだ。行き先は決まっているのか。遠くからでも分かるくらい咲き乱れた菜の花、本当に綺麗ですね。美しい。私も
花をめでるくらいの心の余裕は持てるようになったようだ。会場成功ですね。ワクワクするよね。何度経験してもワクワクするね。薬や染料になったり、虫は意外と活用の幅が広い。いいもの手に入るかな。ライザなら有効活用してくれるよね。これがライザの新たな力か。これも使えるのか。見つけた。毒のある植物は避けて。行き先は決まっているのか。慎重にな。なるほど。
何年かこの地に腰を下ろし、じっくりと調べてみたいものだ。